おい、ベジータ、フュージョンって言わんだ。ベジータ、どこだ。ベジータの機が見つかんねえ。おい、おめえ、俺たちの力でこいつを止めぞ。歴史がねじ曲がったみたいだね。でもこれじゃあ孫悟空の本気は見られないみたいだ。それなら、俺は面倒が嫌いでな、一瞬で消してやろう。こんなことは、あの時みたいに本気を見せてよ。なるほどね。やっぱりこういう手が有効なわけだ。となると、これを発動させるには、孫悟空のあの木、どんどん力強くなっているのを感じるよ。いいデータが取れそう。なんだけど、その前に、ブロリー、また君に邪魔されちゃかなわないからね。こうやって、せーの。バイバーイ。そしてそして、さあ、二人をすっごく強くしてあげたよ。君たちもエンジン全開でよろしく。
少し、もう少しなんだ。二人ともおねんねしてるとこ悪いけど、もう少しだけ働いてもらうね。孫悟空、今日こそ君のデータを取らせてもらうよ。ちょっと今日は君のデータを取る日じゃないから。もうそんなに邪魔するなら今日は実験終わり。後片付けはしておいてよ。